おはようございます。ちょっと、酔っ払い守です。すいません、守もいろいろ大人のお付き合いがありまして、今日は二日酔い守ですが、こんなゆったりしたテンポでお送りし守る。よろしくお願いします。今日はですね、お悩み早速、いきたいと思います。まもるさん、こんばんは。突然ですが、私は経営者や芸術家が多くいる家系で育ち、その中でも父は経営者でありながら、様々な会の会長や代表を務めたりする自信にあふれた頭のいい人物で、親子仲も悪くなく、私も日々尊敬しています。ですが、やはり心のどこかで、何をやっても常に父親と比べてしまう自分がいて、自分は自分と言い聞かせてみたり、別の進路を模索したり、自分なりにいろいろと動いてみたりはするのですが、成果は得ても何も満足は得られず、かえって自分を苦しめる結果となってしまいます。またその中で父の仕事を手伝うようになり、父とお付き合いのある方々と濃く接する毎日を送っているのですが、表面的には息子さんということで、丁重な扱いを受けていますが、実質のところ、内心ではどう思われているのだろう。事実、父や組織を憎む相手からは、敵に思われていることも感じていて、肩身の狭い思いで、笑顔を作っています。このような環境で、どうしたら自分で自分を認めてあげられるでしょうか。また、父親との交流がある大人と接する際、どうすれば、少しでも気持ちを軽く、前向きに接することができるでしょうか。長くなってすみません。よろしくお願いいたします。わあ。そんな、逆に、羨ましいな。すごい家系なんですね。で、でもなんか、ちょっと例えると、まあ、守るも似たとこあるんちゃうんかな？まあ、守るも、やっぱり守るやけど、やっぱり、この守るを見て、やっぱ仮面ライダーって、ね、ほぼ言われてしまう。でも、やっぱり仮面ライダーが、あったからこそ、守るがあるし、多分ご相談いただいた方も、そういう偉大なお父様がいらっしゃるから、今があるやろうし、やっぱり捉え方というか、で、もう一つ言うと、で、その環境に、悔しいって思えることが多分、一番大事であって、守るもね、やっぱ仮面ライダー大好きやし、小さい頃からの夢やったし、でも追いつけ追い越せでやったるぞという、気持ち、情熱が、さらなる成長を生んでくれると思うので、やっぱ悔しいと思えないとね、人間やっぱね、頑張れないと思うんで、その環境、逆境をプラスに、変えて、いろいろチャレンジしていって、まあ、いいプライドやと思うし、多分自分はもっとできるって思ってらっしゃるでしょうから、でもできると思うし、できる！できる！絶対できる！と、自分を思い込んで信じて、やっていってみてはいいんじゃないかな。
僕はだから全然逆にいいと思うけどな。伸びしろがあるというか。うん。嘘やろ。カラス。おい。あれ。いじられたな、カラスに。はい。ということで、カラスの気持ちになって、頑張ってくる。あ、違う。もう何だっけ、もう。うん。はい。あとは後半の、大人と接する際どうすれば。だから何やろ、こう、いじめてきたり、嫌がらせする大人の人いるじゃないですか。ね。多分、どんな人の周りでもおると思うんですけど。まあ、そんな大人に自分がなりたいかって思うとどうでしょうか。なりたいでしょうか。なりたくないですよね。私もそうです。はい。どんな大人になりたいか、ね。どんな大人の方でしょうか。まあ、守にとってこんな大人にヒーローになりたいっていう、まあ、イメージとしては、まあ、まあ、いつもスマートで、余裕があって、笑顔を絶やさず、思いやりがあって、ね、怒鳴ったり叫んだり、うん、感情をあらわにしない、余裕のあるヒーローに、あたすはなりたいと思ってますんで、みたいなとこがあるので、ああ、こうはなりたくないなと思いながら、ちょっと俯瞰で自分を見ていつも言ってますけど、冷静に、対処してみてはいかがでしょうか。はい。まあ、そんな感じで、ちょっと、まだ酔いが回ってますので、なんか、お風呂でも使ってきます。湯船に浸かり守るで。はい。すいません、ちょっと、まだ、ふわふわしてますが、多分、結構ええこと言ったんちゃう？キラーン！はい。ということで、また、お会いしましょう。頑張って！いやいやー！いやいやーい！マモルチャンネルをご覧いただき、ありがとうございました。これからも、皆様が明るく元気に、前向きになれるような動画を配信していきたいと思います。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。